森本武郎スタンバイ長官読み比べです、はい、今日はコンビニの話なんですが、はい、日本産経新聞と朝日新聞、はい、この2つを読み比べてみました。えー、面白いことにですね、タイトルは、えー、日経はコンビニ売上高1.1%減。減えー えー、朝日新聞コンビニ売上最高 <laughs> <laughs> 全然違いがあると思うと、はい、これね取り上げ方が違うんですで、えー、日本経済新聞の場合は全国のコンビニの既存店売上高、はい、これが前の年に比べて1.1%減だ、はい、で朝日新聞の場合はですねえー、これね えー、全部、新規店も含めたあこれ、えー、売り上げだから、<ー>そうすると過去最高。とい,いうことは、ですね、えー、各社とも店の数を増やして、お客の取り合いになっているということなんですね。えー、で両方とも同じこと書いてまして、えー、積極出店で、えー、競争が一段と激しくなっていると、<laughs> 両方そうなっています。ね、えー

4位サークル K サンクスや5位のミニストップは苦戦こういうふうにはっきりとですね<ー>、えー、でかいところは強い、えー、<laughs> ちょっと中小は苦戦こういう形になってますね。品揃えの問題もあるよようですよ